すいません、金さん。どうされました？今の新幹線で本当は浜松で降りるはずだったんですけど、寝過ごして来ちゃいました。今からですと浜松まで帰る在来線と新幹線もありませんので、タクシーかなんかで帰ってください。あー、そうですか。お願いします。わかりました。おい、お前。お、お疲れ様です。だからお前は女ができねえんだ。え？まあ見とけって。はあ。お客様すいません。はい、これからタクシーですか？はい、電車もないって言ってたので。ここからタクシーだと結構かかっちゃいますよね。でも仕方ないです。寝ちゃった私が悪いので。明日も朝は早いんですか？いえ、明日は休みです。そうですか。提案なんですけど、ここのホテルで一泊して明日の朝帰るというのはどうでしょう？え、でもまた切符買い直さないとですよね。明日の始発の新幹線でしたらタダで帰っていただけますよ。そうなんですか？疲れた体で高いタクシーで帰るより、ここのホテルでゆっくりと過ごしてから朝帰った方がお安くつきますよ。それならそうしてもらおうかな。お任せください。明日駅員がわかるように証明しときますね。僕の連絡先も証明しときます。はい。さすがっすわ。はい。ふぅ、あっつい。さすがっすわ。さすがっすわ。だからお前は女ができねえんだぞ。だからお前は女ができねえんだ。お任せください。切符に書いときますね。僕の連絡先もついでに書いて、切符に証明しておきますね。すぐに僕の連絡先も証明しておきます。